皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは横浜南部市場ということで、神奈川県でございますよ。なんでね、今回ここをチョイスしたのかっていうと、本来横浜市場っていう大きい分類的に3つあるわけですよ。北部、南部、本庄と。で、俺が過去の動画でやったのがね、北部と本庄だったかな。動画概要欄に URL 貼ってあるんで、見てない人は見てください。コメント欄とかインスタント DM のリクエストでまあまあ多かったんですよ、横浜南部市場行ってほしいと。今回はこの南部市場、他の2つとは違う雰囲気、そしてね、中の飲食店紹介していくので、絶対グッドボタン、そして年内登録者数200万人達成のために、登録マナー方登録お願いします。横浜南部市場、神奈川県横浜市にある市場。これパッと見ショッピングモールみたいですよね。アクセスは電車で行く場合は、南部市場駅という駅の目の前にあるので、そこで降りればすぐです。そして見ての通り駐車場がでかいので、車で来ても安心。ただここの駐車場は有料です。ちなみに60分200円だけど、施設をうまく使えば3時間まで無料になるらしい。そして建物は何個かあるんですが、とりあえずこちらの建物は雑貨や飲食、鮮魚などいろいろある関連棟的な役割を持ってるのかな。中はまあまあな広さで、市場というよりは商店街に近い感じですね。こんな感じで野菜から雑貨系、加工品の専門だったり、冷凍物の魚や鮮魚、テイクアウトの海鮮物まであります。まあこれだけ見て安いか高いかはわかんないですけどね。ちなみに別の店舗だけど、海鮮丼ならこんな感じ、あと食堂もちらほらありました。値段はここに関してはまあ市場飯っていう値段ではないな。そしてここの関連棟的な建物をさらに奥に行くと、もはや市場とは言えない既視感のある店舗の数々。餃子の王将からスシローまで。てか市場でスシローは面白すぎるだろう。それ以外にも車の販売もしてたみたいなんですが、残念ながら車は専門外なので車系 YouTuber に譲ります。一応 Google マップ上では水産棟とあったところにはドラッグストアが。ちなみにオープンは10時から。そして基本的に鮮魚系のお店はドラッグストアと飲食店の間の通路にある感じでしたね。まあ見た感じ鮮魚と野菜、肉屋とかそんな感じ。メインは魚が多かったかな。こちらの鮮魚で売ってるものとしては、普通の市場と違って綺麗に切り身にしてあって、パックしてある、買ったらそのまま使えるタイプのやつ。マグロの値段見てもそこら辺のスーパーで買うのとあまり大差ないかな。ただ物は良さげです。それ以外にも丸の魚もありました。見た感じかなり鮮度良さそうですよね。他の観光市場で置いてあるやつよりも良さそう。丸の値段はちょっとだけ高い。そして普通の市場だったら絶対ないような飲食店までありました。とりあえず市場って呼ばれてるところは一周回ったんですけど、広いというよりかは俺が思ってた卸売市場だったり観光市場だったりとはまた違う商業施設なんですよ。まあ多分見せられるところもそんなにないというか、俺が紹介できるところはそんなにないよっていう話なんですよ、っていう感じなのと、あとね、飲食店が基本的に10時からなんですよ。市場自体が開くの8時からで、やってるところもあるけどほとんどはもう10時スタートなんですよ、っていう感じなので、まあ朝早く行くところではないですね。スシローあるじゃないですか、最後スシロー行ってみようか、っていう感じで1軒目はこちらですね。開店は10時からなんですけど、テイクアウトは8時からでもやってるみたいです。ちなみにここを最初に選んだ理由は、市場の海鮮扱ってる店の中で一番評価が高かったからです。まあここは海鮮の食堂以外にもめちゃくちゃあるんで、海鮮以外がいいなら別のところでもいいと思います。店内は綺麗なファミレスみたいな感じ。開店してから誰も入ってなかったんですが、俺が入ると徐々に入ってきました。いつも思うけど何なんだろうねあれ。そしてメニューはこんな感じで、種類は多くはないです。基本的に海鮮丼あるんですが、その他にも焼き魚定食、揚げ物系の定食などありました。じゃあ俺はこの海鮮丼1980円のやつにしようかな。一番無難らしいしね。そしてお茶はほうじ茶です。ちなみに注文するときに酢飯か白米か選びました。これは好みの問題でもあるのでいいですよね。来ました、海鮮丼味噌汁付きです。味噌汁はおかわり自由らしい。めっちゃいいじゃないですか。海鮮丼はなんか思ってたのと違う気がするけど、まあ味次第っすね。ちなみに入ってるネタはマグロとネギトロとイクラとヒラメとカンパチとホタテとマダイですね。パッと見のネタは厚めのカットって感じです。
あとこのネギトロは本マグロのたたきらしいけど、なんか少なくね。丼はちょっと小さめのサイズ。まずは味噌汁から。これはちょっといいところで出る白味噌の味噌汁ですね。美味しい。これプライベートならおかわりしてたね。さあ海鮮丼、醤油をかけていただきます。まずはマグロ。パッと見結構厚みがあったイメージだけど、こうやって見ると意外と普通。ん？おお、噛んだ時にじわっと出るドリップ、見た目に似合わないみずみずしさ、その中からじんわりと感じる筋。一応確認ためにもう一枚。うん、筋以外は変わらない。そしてご飯はお酢感だいぶ強めの酢飯、米固めでネタとの相性がいいです。これ寿司とかにも使える酢飯だなぁと感じましたね。ヒラメですね。サイズ的にそんなに大きくないと思う。まあヒラメは普通に美味しいかな。おお、縁側もあるやん。小さめです。しっかりとした歯ごたえ、美味しい。ただマグロがね。そして丼の中はこんな感じ。米は思ってたよりも少なめって感じですよね。本マグロのたたきってやつ。うん、これ本マグロっぽい風味が感じないな。よく食べてるネギトロとそんなに変わらないぞ。そしてレンコンそしてイクラですね。やべえ、急にレベル高くてびっくりしちゃった。ここ最近で食べたイクラの中で一番美味しい。ホタテは半分にカットされたやつ。まあ、ノーコメントで。タイ、カンパチ、普通だな。まあ普通に美味しいって感じ。最初にマグロ食べたのが逆に良かったのかも。これ味噌汁がおかわりできるからいいけど、それにしても1980円か、ちょっと高くね。1軒目食べたんですけどいかがでしたか。いやどうだろうなちょっと値段に似合わないなって個人的には思ったんですけど、こういろんな市場行って食べてみて、あの海鮮丼だったら1500円ぐらいだったらあーってなるけど、2000円弱かーとはなりましたね。次ですね、市場で初のスシロー行ってみようか。スシロースシロー、いやーテンション爆上げよ。っていうか本当にもう回ってないんだ寿司。注文はタブレットでするみたい。これが今期のおすすめらしい。てか安っ。いやーどれも安い、すげえなー。じゃあさっきのおすすめ2つにマダイ、縁側、煮アナゴを注文します。あと俺昔から思ってたけど、なんでこういうところのお茶のスプーンってすくいにくいんだろうね。じゃん、マダイ。見た目はこんな感じ。だいぶネタ小さめですね。てか思ってたのとだいぶ違うな。なんか最近 YouTube で見たんだと、もうちょいいい感じの見た目だったんだけどね。店舗で違うのかな。そして縁側は安定って感じ。煮アナゴもね、ネタにちょろっと醤油をかけていただきます。マダイ。まあ、安いしね。なんかすごい食感がブニッとしてますね。まあ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 。ただ、シャリは美味しいです。これ2貫で180円ですからね。煮アナゴ。おかしいな。なんていうか過去に食べたことある煮アナゴの寿司の中でワースト3に入る美味しさ。変な薬みたいな味がするしね。食感もブニブニしてる。前に食べた時こんなんじゃなかった気がするけどな。多分お前舌が肥えてるからなんとかって言われると思うから先に言うけど、普通にそこら辺のスーパーの寿司の煮アナゴの方がうまいぜ。それくらい違和感がある。なんか肥えてるとか肥えてないとかそういう話じゃないんですよ。だけど縁側は安定。まあ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 。シャリはうまいから多分店舗でのネタの保存とかそういうのかな。いや全国のスシローでこのクオリティだったらねえ、他の YouTuber とかもスシローうまいうまいって言ってるじゃないですか。ウッキウキで食べてこれならだいぶ落ち込むよ。ウニのやつとマグロのやつ、ウニからいきます。まあ安いからまずくても文句言うなって言われそうだけどね。逆にハードルを上げすぎるのも良くないでしょ。だってうまいなこれ。量が程よい上に海苔とシャリの量で妙にチャーをカバーしてるんで美味しく食べられます。そしてマグロのやつも美味しい。サーモンとリベンジで1貫だけの炙り上アナゴ的なやつ、マグロとネギトロ。てかマグロ見た目怪しいな。炙りアナゴ、うん、美味しい。多分さっきのやつともの違うよね。ふんわりした食感に香ばしい炙り、その中から広がるアナゴの風味。次からスシローでアナゴ注文するときはこのアナゴにしよう。サーモン、まあ美味しいな。というより値段に見合ってる、美味しいです。マグロ怪しいな。これはいいんだけど人工的な何かの味がするな。ネギトロ、
あネギトロが一番美味しい。ちなみに皆さんスシローで俺と同じ意見の人います？よかったらコメントお願いします。マジでこの日が調子悪かっただけなのかもしれないんでね。安っ、1260円。これがスシローのいいところだよな。補足なんですけど、後日別の店舗に行ってきました。その店舗で頼んだマダイがこちら。全然違うやん。味もここで食べたのより美味しかったです。スシローも店舗によって味も変わるのかと初めて知っていい経験になりました。もちろんサーモンも値段以上の味で、一応アナゴも頼んだんですけど、値段に見合った感じで悪くなかったです。スシロー行ったんですけど、いやまあでも安いっすね。びっくりした。やっぱスシローのいいところっすよ。まあいいや、気を取り直して、一番高いところを1軒目に行ったんで、評価がじゃあ2番目に高いところ行きたいと思います。ここですね。スシローから比較的近いです。ラーメンはいらねえ。ラーメンなしでできないのかな。できるわ。定食で海鮮丼定食1400円。店内はサンドイッチ屋さんみたいな感じ。先に注文を取って番号札で呼ばれるシステム。水はセルフです。来ました、海鮮丼定食。分かれてますね。丼は普通のサイズに刻み海苔がかかってました。多分ご飯が温かいですね。これがお刺身。結構量がありますね。そしてポテトサラダみたいなのが入ってました。まずはお味噌汁からいきます。これは油揚げと三つ葉が入った赤だし、美味しいです。じゃあネタの方に醤油をかけていただきます。もうこれ刺身定食ですね。ブリかな。かなりネタを薄めで一口サイズに切ってあります。食べやすいけど程よい重さで美味しいです。ご飯はやはり白米、甘エビ、これは味噌までいきますね。濃厚で美味しい。てかエビの頭と尻尾をバリバリ食べてる絵を見せてるせいで、多分魚屋さんしてる人からインスタの DM で親切にエビの食べ方を送ってくださる方がちらほらいて、なんかすみませんでした。一種のパフォーマンスとして見てください。これはタイ、これも薄めだけど美味しいです。マグロですね。これも一口サイズ。おお、美味しい。今日食べたマグロの中で一番美味しい。てかここのお店はネタの素材のレベル結構高いなと感じましたね。これで1400円はかなりお得。ていうか逆にここ最後でよかったわ。皆さんはどう思いましたか？コメントお願いします。今回は2軒プラススシロー行ったんですけど、いかがでしたか？イレギュラーなことがね、起こりすぎて、まあ、なかなか面白いところだなと、他の横浜2つに比べてかなり面白い市場だなと感じました。っていう感じでね、これからも皆様のリクエストに沿った一番巡りとか、こういうところ面白いかもしれないと思ったものとか、評判が良かったところ2周目とかやっていきたいとね、これからもね継続するためにグッドボタンとチャンネル登録お願いします。